この場所は父上が死んだ地。霊役がこの地へいざなった何故であろう。己を下すためだ。いな、癒すためだ。幾とせも見やらずにいた生傷が霊役によって晒されたのだ。誰が望んだ。あれは毒に過ぎん。常闇に囚われてはならぬ。蒼天の国へと魂を飛び立たせるがよい。守るべき民を見下げるなど少子。父をほふった民でさえも。ああ、差異はない。過ちだ。天蔵は他を。俺は大鷹を撃つ。思い上がるでない。息の一くずにほだされておると知れ。たちまちに死亡をくぐれ。己が先祖の裁きを受けるがよい。父上。神、手を貸さんか。であった戦人として面目ござらぬ。わしに家にだ。堺の家名は汚された。息の者は我らを鬼だと。時としてなさねばならんのだ。鬼となっても痛ましかったな。いずれもされど大事なこと。それは戦場での話。親子は大事ではないと。あれが死んでから息子をどうすればよいのか途方に暮れた。故に武士として育てた。もうよいか。やれ、やるべきことを。家名の恥をすすぐのだ。仇を。切らんか、ふぬけ。切らぬ。俺は父上ではない。あなたは好きに生きた。あの死もあなたの咎。
ずや己が先祖の裁きを受けるであろう。必ずや。死ぬのが衆生のためだ。無事か？平気だ。お前はまだ聞こえるか？いや、すまなかった。もうよい。これで落着。他の奴にも知らせなきゃな。行け。後で向かう。待たせるなよ、ジン。闇に隠れ、ここを先祖と接し、父も煙となりて天へ昇らん。か、天蔵、達者のようだな。大鷹が死んだからね。よく励んだ。お主もな。我らで大鷹族の残党も退けよう。聞いたか、我らだと。後でまた寄りな。口堅い侍の手を借りたいことがある。傷は痛むのか？お前の前では平気だ。笑った時しか痛まねえ。戯言を言う力はあるな。だが前のように刀は触れない。罪のない秋人が襲われなくなるな。これからはいかにして生きる？まだ大勢が大鷹の毒に苦しんでる。薬がなくても世話はしてやれるし、いつか言えるかもしれない。お前のように。俺はあの毒によって父の死を思い出し、仇を討てる折を得た。それから？己が死ぬことよりも父が嘆く方がずっと恐ろしかった。父ではなく自らを生かしたことを悔やんできたが、己と父を許した。なるほどな。潜む闇は消え去ってはおらんが、それもいずれは。それが癒す手立てかもな。かつての戸川を探り、恐怖と相対することが。そうであろうな。幾とせ前には思いもよらなかったことを言うが、お前と行き合えてよかった。俺も思いがけないことをするぞ。ありがとう、ジン。
そろそろ立つよ。毒を飲まされた奴らを見つけて助けてやらないとな。そして耳を切り鼻を削ぐ、しまいには唇まで。非情な男なのさ黒手の陸ってのは。